K-1 ワールドグランプリ2022ジャパンリングオブビーナスオープニングマッチが始まります。女子フライ級52キロの一戦、ラン対トゥーディナオミです。女子フライ級のマッチ、ラン VS トゥーディナオミ戦ですが、昨日の公式計量においてトゥーディナオミ選手が契約体重アンダー52キロから50グラムオーバーでクリアすることができませんでした。これを受け K1 実行委員会で出場選手ジムと協議しました結果、以下の形にて双方合意の上試合を実施いたします。第1ラウンド、トゥーディ選手は減点1から試合開始。グローブハンデとしてラン選手は6オンス、トゥーディ選手は8オンスのグローブを使用する。トゥーディ選手はファイトマネーから 20% 減額となります。何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。オープニングマッチ、今場内アナウンスのあった条件のもと行われていきます。放送席には K-1 ワールドマックス2006-2007日本王者佐藤義弘さん、そして K-1 公式応援ギャルのゆうちゃみさんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゆうちゃみさん、はい、いよいよ始まりますね、この女子の大会が、はい、いやもうめちゃめちゃ楽しみですね。第一試合からどんな試合が見れるのかなっていうのが期待ですね。佐藤さん、プレリミナリーファイトをね、我々お送りしてましたけれど、はい、プレリミナリーファイトから熱かったですもんね。熱かったですね。もう会場盛り上がりましたからね。やっぱりこの男子選手がいないっていうので気合の入り方違うんでしょうね。そうですね、もう自分たちで大会を作っていくんだっていう気持ちがあるんでしょう。もちろんいつも必死に戦っていることは間違いないのですが、それにさらにこうひとしお、思いがこもっているような、そんな選手たちの戦いぶりがプレリミナリーファイトから展開されています。さあ、トゥーディナオミとランの一戦です。青のグローブサウスポースタイルがトゥーディナオミ、赤のグローブランです。身長差は8センチ、ランが159センチ、トゥーディナオミが151センチです。さあ、これ立ち上がりの動き、佐藤義弘さんどう見てますか？まだお互い技の探り合いをしている状態ですね。ラン選手、打ち出すと、ね、パンチブンブン振り回してくるんで、まだそのエンジンはかかってないのかなと。トゥーディ選手はサウスポーでこの頑丈そうな体つきなんですけど、意外とテクニシャンで、はい、左ミドルとか結構綺麗な、ムエタイを結構勉強してるんじゃないかなというふうに思います。そうですか。さあ、ここはパンチしっかりと入れてきます。ランです。近いところでここ、ね、やはりこうリーチがあるのは、ね、ランの方ですもんね。佐藤さん、そうですね、トゥーディの顔は好調してきましたね、うん、ランのパンチでちょっとこのパンチが当たってきている、そんな印象があります。いや、でもゆうちゃみさん、やっぱりこの、なんでしょう、女性としてこう気持ちって分かります。男子がいない大会戦ってる選手たちの、はい、なんか気合入るんじゃないかなみたいな。そうですね、女子だけの大会なので、やっぱ同じ女の子としてすごい強い試合が見れるのも本当に私も緊張してます。そうですか、はい。まあ、今日はね、熱い試合がメインイベントまで続いていくことになります。今日は女子だけの試合がこの本戦第1試合、この試合から第17試合、カナとスーリー・マンフレディのメインイベントまで、まあ、17試合ずらっと並びました。プレリミナリーファイトも入れると全20試合のこの女子のみの試合をお送りするこの大会となっています。第1ラウンド、この試合3分3ラウンド、延長1ラウンドで行われる試合となっています。第1ラウンド残り時間40秒となりました。佐藤さん、コツコツとランが削っているようにも見えますが、どうですか？そうですね、おっしゃる通りで、トゥーディ選手が蹴りがちょっとまだ出てないですね。もっと蹴っていいですか？今インロー放ってますが、そうです、インロー中心で上の蹴りがまだ出てないですね。ミドル、そういったところ放ってくるでしょうか？サウスポーの相手って、こうオーソドックスのラン選手みたいなオーソドックスの相手に対して左ミドルって当たりやすいんですよ、はい、結構それが生命線になってくるんで、うん、ですから、この当たりやすいポジション取れた時にはどんどんとミドル打っていきたい。左、いい左打ちありましたね。ちょっと下がりました、トゥーディナオミ。効いたんじゃないかな。両者当たったように見えましたが、下がったのはトゥーディの方でした。第1ラウンド終了です。さあ、 K-1 リングオブビーナス、この大会がスタートしています。まあ、今大会から K-1 ガールズも新メンバーとなっています。まあ、ゆうちゃみさん、この大会をこう、ね、ファンの皆さんの視線というのも、まあ、どんな風にこれから、ね、展開されていくのか気になりますよね。そうですね、普段ね、みんな男子の試合を見に来てるって、はい、ファンの方も多いでしょうからね、はい、だから今回違った女子大会が見れるんじゃないかなって思います、ねえ、はい、いろんな楽しみ方をこのファンの方々、会場にいる方も、そして今、はい、この中継をご覧の方にもお楽しみいただきたいと思います。
佐藤さん、左フック良かったですね。良かったですね、はい、タイミングバッチリでしたね。セブンダー第2ラウンド、どのように展開されていくかです。ロー2 2D 直美とランのこの一戦、左ミドル打ってきました。 2D 直美です。佐藤さん、そうですね、いいミドルですね。あれしかも腕狙うんじゃなくてボディ狙ってますんで、まともに入るとボディ効かされますよ。前蹴り、これはランの前蹴りがちょうどこのカウンターのように入りました。ダウンは取られていませんが、いいタイミングです。さあパンチはランだ、パンチ連打連打連打、効いてるかどうだ。ゆうちゃみさん、これランのパンチ重そうですね。いや、めちゃめちゃ重そうですし、早いですね。ねえ、はい、このリング下にもそのパンチの威力というのが伝わってきます。佐藤さん、トゥーリーは蹴りたいですか。そうですね、蹴りたいけど、ひょっとしたら蹴った後のランの打ち返しを気にしてるかもしれないですね。あ、でも出さないとどっちみちランに先に攻撃出されちゃいますからね。ちょっとパンチだけだとなかなか難しいですよね。そうですね。さあここセコンドからも蹴れ蹴れという指示は飛んでいるトゥーディー直美です。なかなか蹴るそのタイミングつかめないか。このミドルキック放っていきます。もう一つミドル、そこにパンチを返してくるラン、足がぶつかる。逆にランとしてはそういう打ち割りを狙っていく、返していく、ね、これはいい動きなんでしょうか。そうですね、打ち割りを狙いつつ、相手が出してこなかったら自分から行く、冷静ですね、うん、ここも蹴れ蹴れというこのトゥーディー直美。右ストレート、カウンターで入った。ランの右ストレートでした。ランは結構トゥーディーの攻撃の距離を少しずつ見切り始めてますね。おー、そうですか。トゥーディーはもっとこのちょっとリズムを変えたりとか、意表をつく攻撃をした方がいいかも。さあここもトゥーディーの方から手を出すか、それともランがカウンター捉えるか。インローキック、ちょっと足が流れました。距離が空きます。右ストレート、左フック返していきます。ガードを上げてトゥーディー直美、前に出るところランが潰すか。前足をこうムエタイのように上げながらランが前蹴り放っていきました。第2ラウンドは残り30秒少々です。やりし、でもゆうちゃみさん、これランの体強そうですよね、はい、そうですね、強そうですし、うん、でもここからトゥーディー直美選手がどう出てくるのかなっていうのが楽しみですね。そうですね、はい、前蹴りです。三日月かな、今のちょっと中足立っていました。もともと空手のベースがあります。ランです、右ストレート強烈、重いパンチだ、さらに左フックで入ってくる。ちょっとダメージあるか、トゥーディー返します。前蹴り、距離を取るラン、残り時間わずか。第2ラウンド、ここで第2ラウンド終了です。さあ佐藤義郎さん、第2ラウンドはどう見ましたか。このラウンドはラン選手がしっかり自分の距離を保って、もうほぼ自分のペースで攻撃を出していたって感じですね。あの距離で戦っていれば安全かな、そんな感じはありますね。確かにランは、そうですね、でしかもそのランの一番パンチが強い位置で当たる位置なんで、あそこでずっとパンチ打たせるとトゥーディーもどんどん消耗していっちゃうんですよね、はい、トゥーディーはだから距離を、逆にこのランがランの打ち終わりを狙っていくとかして、距離をこういろいろ測りたいですね。うん、今右のパンチが当たった後、しっかりとこう顔をぐーっとしかめていましたトゥーディー直美です。今日はこの女子フライ級52キロで始まってメインイベント、カナ対スーリーマンフレディ、メインイベントはカナとスーリーマンフレディのこのフライ級のタイトルマッチでこの大会締めるという形となります。さあ第3ラウンドです。いや、ゆうちゃみさん、これトゥーディーの巻き返しにも、ね、はい、期待したいですね。そうですね、蹴りがもう一発目出てるので、うん、もう2発目3発目いってほしいですね。そうですね、はい、そうそう、これ強引に蹴られるみたいなことになるとランもちょっと嫌な部分あるでしょうからね。そうですね、やっぱテクニックでランの方が上回ってるんで、もう逆にそのテクニックをなくすためには距離を潰してもうぐちゃぐちゃにしたいんですよね。お、前蹴り、ここも遠い距離です。
後ろ回し蹴りです。インローから入っていくか、左ストレート、しかしこれランは効かないと、どんどん前に詰めてきます。オープニングマッチです、今大会の第1試合。左フック当たったか、どうだ、これ前腕で押し込むように右ストレート、ランが体使っていく、左フックが入った、さらにハイキック、結構きつい攻撃当たってますよ。ゆうちゃみさん、これ、はい、トゥーディー効いてそうですね。そうですね、今のハイキックも結構効いてそうでした ね、 ね、はい、ちょっと下がっていきましたよ、トゥーディー。アッパーも打っていく、ランパンチも多彩ですね、佐藤さん。そうですね、はい、もう内からも打てるし外からも打てるし、まあ、カナとも対戦しました。そのカナとの対戦でもなかなかいい試合しましたからね。そうですね、あのランって左フックが結構何種類か使い分けてるなと思いますね、はい、相手見にくそうですね、軌道が違うんですか。ちょっとずつなんかいろいろこのタイミングのとかコンビネーションの合間とかでいろんな打ち方をやってるような気がします。パンチが多彩だなと。その後その一個一個に対してまた別の対応をトゥーリーからするとしないといけないんですね。そうですね、まあ、なかなかね難しいですけどね。その多彩な攻撃、トゥーリー追い詰めていきます。この左フック、お、今度はボディーブローだ。さらに三日月蹴り、ランです。左ストレート、トゥーディー近いところ、さあこの、あ、しかしこの距離でも勝っていく、右ストレートが入った。ランはこの返しの左フックがもうしっかり自分の技になってるんで、これはいい武器ですよね。あ、前手のこの左フック、ボディーに打つようなフックでしょうか。さあこの左もまた当たる。相手が右のパンチ打ってすぐそのまますごいいいタイミングで返してるんですよ。相手がガード戻す前に当たるんで、ランの左フックが、ハイキックです。サウスポーに対しても、ね、しっかり対応してるってことですよね、はい、そうすると右強烈、これだけ打ち返されちゃうとね。トゥーディー返す、おー、いいですよ。あ、さらにもう一度右ストレート。さあ残り時間わずかだ、さらに連打していくのはラン。最後顔面ややトゥーディーなおみ引かされたでしょうか。ゆうちゃくさん、熱い試合でしたね、はい、そうですね、第1試合からめちゃめちゃ楽しい試合見させていただきました、さあこの後判定が言い渡されます。3分3ラウンド、延長ラウンド1ラウンド用意されているこの本戦の大会規定となっています。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ山根30対26、赤ラン4ポイント差です。ジャッジ豊永30対27、赤ラン勝ったのはラン。30対26、赤ラン。以上判定3対0をもちまして3人ともランを支持しました。うち2人は4ポイント差をつけています。佐藤芳生さん、いかがでしたか。そうですね、トゥーディーとしてはこの自分から打っても返されるし、遠目にいたら遠目にいたら先に打たれるし、結構この完封されちゃったって感じですね。でも次回はしっかり体重を当たり前のように落として、まあ、いろんな事情があったと思うんですけど、また万全の状態でリング上がってほしいですね。そうですね、いやゆうちゃみさん、これ、はい、ランまだ19歳ですから ね、これから未来楽しみですね、これからだから。ですからゆうちゃみさん、今このフライ級っていうのはカナ選手が29歳でチャンピオンでいて、はいはい、その10個下の選手がもう出てきてるっていうのがね。そうですよね、この前もカナさんと試合やられたの見たんですけど、すごい、ね、接戦されてたので、もう今回もめちゃくちゃ圧倒勝利でかっこよかったです。今日はこのラン選手以外にもどんどんといろんな階級の次の世代の選手たちが登場してきます、はい、どうぞこれご注目ください。 K1 リングオブヴィーナスオープニングマッチが終了しています。勝ったのはランです。先進退場。